はい、今日はですね、シュリンクレイということでですね、スモールライトのですね、プロダクトデザイン、インダストリアルデザインをやってみたいと思います。ちょっとですね、おふざけみたいにですね思われちゃうかもしれないんですけど、なんかですね、アメリカの方だと、その映画とかに出てくるこういったプロダクトのですねデザインも、インダストリアルデザイナーが仕事としてですね、普通にやってるみたいなんですよね。なのでこういった想像上の製品、道具ですね、こういったものもちょっとやってみてもいいのかなということで、やってみました。スモールライトってですね、ウィキペディアで見ると驚くことにですね、 1.5V アルカリ電池2本を原動力とするって書いてあってですね、すごいですよね。なのでちょっとこのライトの尻尾っていうかお尻のところですね、そこから、まあ、電池をこう交換できるようなですね、そんなイメージにしようかなというふうに思ってますね。で、原作だとですね、ここのボタンが2つありまして、で、1個がおそらくそのシュリンクするための光を出すですねボタンで、で、もう一個の方が元に戻すボタンですね。で、これがドラミちゃん用のスモールライトはボタンが1個なんですよね。だからなんかこうカチカチっとこうトグル式っていうんですかね、機能が切り替わるボタンなんだと思うんですけど、ドラえもんバージョンは2個はあるんで、まあ、おそらく奥側っていうんですかね、先端側がその小さくする方のボタンで、手前が戻すものだろうなっていうちょっと、予想がつきますので、まあ、そういうちょっと想定で作ってみようと思ってますね。で、最初はですね、このマグライトみたいにですね、その光が出る部分をこう平らにすることで、床にこう床というか机の上とかにこう立てて置いておけるみたいな形にしようと思ってやってたんですけど、そうするとちょっとやっぱりスモールライトっぽさがですね、なくなっちゃうんですよね。で、あと、4次元ポケットにですね、こう、使い終わったらこう閉まってしまうっていうこともあって、おそらくこの時代だとですね、そういった収納性みたいなのっていうのは、そんなに考えなくていい時代に、なってるんじゃないかなっていう、そんな気もするんですよね。で、その一方で、その4次元ポケットの中でこうまさぐりながら死角がない状態で道具を探さないといけないっていうことがあるんで、そのスモールライトならではの手触り感みたいなのですね、
それが必要になってくるんだろうなっていう、そんな想像もありました。で、そのよく間違いやすい道具としてですね、やっぱりビッグライトになると思うんですけども、でそこはその藤子 F 先生は素晴らしくてですね、あのビッグライトはその四角いんですよね、形状が。でこれはやっぱりその読者が、あ、今ビッグライトだな、今スモールライトだなっていうのをその瞬時にですね見分けられるように、まあ、形としてはっきりとその丸っぽいのと四角っぽいのってこう書き分けてらっしゃると思うんですけど、あのもしかしたら本当にもうその4次元ポケット内でこうガサゴソガサゴソ触りながら道具を探すときにですね、そのちゃんとそれをこう確率高くこう取り出せるっていうところをもう想像してらっしゃったのかもしれないですよね。で触って丸かったらスモールライト、四角かったらビッグライトみたいなですね、だいたいそのポケットの中でこうある程度位置がそのビーム系の道具であればここら辺ってこう位置的に置き場所決めてると思うので、そこの中でどっちかなっていうのはもう触覚に委ねられるわけですよね。そこまで考えてるんじゃないかなって、ちょっとね、あれだけの先生なのでそんな感じもしますよね。今はですね、あの手で触るところに細かい水をつけてるんですけど、まあ、これもちょっと未来の製品とかっていうと滑りにくい素材であるとか塗装なんかがあるんで、ちょっとやぼったいのかもしれないですね。で、色についてはあの本家の方はですね、すごくいろいろな色を使われているんですけど、ちょっと今回はですね、その中の象徴的な黄色い部分だけをあの原点に沿ってっていう感じでですね、つけてみていますね。で、あんまり違った色にするとスモールライトっぽさがなくなっちゃうので、まあ、最小限のところを踏襲させていただいてるって形ですね。確かあの砲丸投げの砲丸なんかもですね、あの持ち手っていうか全体的に細かい溝が掘ってあって、あの確か日本の町工場みたいなとこじゃないと実現できない技術らしいんですけど、もう微細な細かい溝が掘ってあることでそのグリップ感がですね高められて記録が伸びるみたいな、そんなちょっと事例もあるので、持ち手に少しですねそういった細かい溝をつけてですね、滑りにくさっていうのを少し感じさせるような、見た目にしてますね。お尻の部分の電池蓋はですね、あのコインを差し込んでこうひねるタイプの溝を作ってるんですけど、まあちょっとこれも未来と
未来からしたらですね、ちょっと原始的なところでちょっとそのギャップが面白いかなっていうことでつけてみていますね。でまあ小さくするっていう感じのマイナスみたいなですねイメージにもつながるかなっていうことでつけてみています。はい、今日はこんな感じです。皆さんのですねお好きなドラえもんの秘密道具ですね、コメント欄の方で教えてください。じゃあまたいつか。さようなら。